はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、先日僕が動画でアップさせていただいた DJI ポケットについてのお話になります。ちょっと現物がないのでお話だけになってしまうんですけども、前回の、ね、動画の最後に、三脚が取れないっていうねお話をしたと思います。あちらに関してなんですけども、前回の動画のねコメントでこういう風にしたらね撮れるんじゃないですかっていうことでコメントをいただきました。今回ねその撮り方の方もねお話ししていこうと思います。ちょっと僕は試せてないんですけども、撮れたよっていう方のお話ですと、三脚のね真ん中にコインを入れるようなねこう溝が切ってあるんですけど、そこをしっかりとぐーっとね、コインで止めてもらう、しっかりと最後まで、固定してもらって、でそれから回すと外れるという風にコメントをいただきました。で確かに、僕も一応試しては見たんですけども、僕の場合はねちょっと多分甘かったかもしれないですね。ちょっと借り物っていうのもあったので少しね、弱気な部分があったかもしれません。ただ最後まで締めて回すと、運台がね空回りせずに外せるという風で、コメントをねいただきました。コメントね、書いていただいた方ありがとうございます。なので皆さんもぜひね、そういった形でちょっと三脚ね取れないよって悩んでる方は、コインでしっかり締めて、取ってみてください。ただ使ってみて若干ね やっぱりいろんな方法で皆さん試されたと思うんですけども、ネジのね締めが甘かったり何回もこうやっていると少し運台の方がね滑ってしまったりっていうこともあるなっていうのはちょっと感じました。僕も実際ねどうしても滑ってしまって、取れなかったという結果になっております。はい。ただいち早くこのやり方っていうのが皆さんに伝わっておけば、すんなりとね、取れるのかなとは思いますので、ぜひ試してみてください。三脚がね、取れるということが分かったので、一件落着なんですけども、ふと思うとコインで締めてロックしてから外すっていうのが、正直一手間かなと思います。三脚って欲しい時にパッとつけていらない時にパッと取りたいっていうのがやっぱ僕の中ではあるので、わざわざコインを出してロックをしてっていうのはやはりねちょっと使うにあたっての使用頻度はあまり高くないかなと思います。だったらなんか自分の三脚につけた方が取りやすいかなっていうふうにも思いますんでね。はい。で他にもね今日お話があります。前回話したそのワイコンの件に関してはちょっとまだ分かりません。その辺もねコメントで同じような現象が出てるという方も見えましたんで、そのあたりね分かる方見えましたらまたコメントいただけるとありがたいですし、 DJI の公式さんの方でまた何か原因とねアップデートとあれば、ぜひ改善していただきたいなと思います。でもう一個ねあります。でこれもコメントでいただいたんですけども、ワイヤレスマイクですね、あれがねすごくいいっていうお話を僕させていただきました。なんですけど、やはり実用的にね使おうと思うと、スマートフォンをアプリと連携させてプレビューモニターでね使いたいという方がやっぱ見えました。でプレビューモニターで使おうと思うと DJI ポケット2とスマホをね、Wi-Fi で連携させます。でそうした時にワイヤレスマイクっていうのがね使えなくなってしまうんですね。これ僕ねスマートフォンを使うつもりがなかったので、ワイヤレスマイクすごくいいねっていう話をさせてもらったんですけども、確かに大きなモニターでプレビューしたい人からすると、同時に使えないっていうのはちょっと残念な部分かなとは思います。今ねアプリを使ってスマホを連携させています。なので Wi-Fi 接続ですね。でこちらを使ってるんですけども、これを使ってる状態でワイヤレスマイクが使えないという、お話を聞きましたので、今撮影の方をしております。今これはね普通に Osmo ポケット、DJI ポケット2を使用したマイクで集音しています。じゃあこの後にちょっとワイヤレスマイクを使ってみたいと思います。はい。ただいまワイヤレスマイクスイッチを入れた状態にしておりますけども、ずっと点滅していますね。点滅しています。なので、受信がね、できていない可能性がありますね。なので、Wi-Fi を使ってスマホ連携と、マイク同時接続っていうのは難しいかもしれません。はい。はい。こちらがワイヤレスマイク接続した状態になっております。音声の方はいかがでしょうか。
ちょっとね、車内で撮ってるので、あまり音声のね、差はないかもしれないんですけども、やはりスマートフォンを外して撮影をすると、ワイヤレスマイクを認識しました。はい。なので、両方同時に使うってことはどうもできなさそうですね。ワイヤレスでプレビューして、で、マイクを使うってことができなさそうなので、ここは少し、改善の余地もあるのかなと思います。はい、ただいまですね、ワイヤレスマイク、この胸元にね、いますかね。あ、フェイストラッキングしてるな。この胸元にワイヤレスマイクをつけて収音しています。で、今この状態で、DJI MIMO でアプリを使って接続をしようとすると、機器の連携ができないですね。DJI 機器が見つかりませんっていう風に出てきますんで、やはりどちらかのみの連携しかできないといった感じになっております。なので、ワイヤレスでプレビュー画面を使うか、ワイヤレスでマイクを使うかのどちらかになるので、両方同時に使おうと思うと、また違った方法が必要になるかもしれないですね。現状、クリエイターコンボの中に入っている状態のもので、DJI ミーも連携して、ワイヤレスマイクを同時に使うことはできないということでした。はい。でこちらに関してはそのアップデートでなんとかなるかどうかっていうのはちょっと僕の方では分かりません。そのもうハード面の問題で単一の Wi-Fi しか使えないよっていうんであれば多分ちょっと難しいかなと思いますけど、もしソフトウェアで何か変えられるんであれば、ワイヤレスでねプレビューしながらもマイクが使えるともっと使い勝手良くなるなっていうふうには思ってますんで、そちらもね今後の進展なんかあれば嬉しいなと思います。はい、ということで本日はねお話だけの動画になるんですけども、DJI ポケット2の三脚の取り方っていうのと、あとワイヤレスマイクについてのお話をさせていただきました。パッと出しの、ね、動画になると思いますけども、はい、ぜひ撮れないよって困ってる方とかね、ワイヤレスマイクなんでこれ使えないんだろうっていうふうに思われてる方、ぜひ参考になれば幸いでございます。はい、ということで本日は、以上になります。ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではではみっちでした。バイバイ。